はい、タクヘです。今日は姫路に来ましたこれはちょっと高野さん言って撮らせてもらって、ちょっとこの見かけてかっこいいダンプカーなんで、軽量ダンプカーちょっと撮っていきたいと思います。これほら、これからはやっぱりこういうダンプカーになるんちゃうかな。この軽量ボディ、軽量ボディで、後ろまたこれ桜の咲いてるところで、この色合いがまたいいですよね。ほら、この前のバンパーからちょっとほら、これいまいちこのうまいこと使えてへんねんけどな。ちょっとバンパーとかのこういうのもほらすごい、こんな感じで。ゲームこんな感じでずーっと来て、プロテクター、サイドバンパーにプロテクターずーっと、ほらプロテクターの上もある聞いて、前もこれ1枚もんかな。サイドバンパーこんななってます。すごい、これ見てもらったら分かんない。横のほら、軽量ボディっていうのほうの横のほら、見切りが今と違ってだいぶこのなってきてるんやけど、最近ちょっと多くなってきてるかな。どこでもうるさくなってきてるし、このようフェンダーもほら一体型というか上がらない。普通だったらグーッと上がんねんけどね。これ難しいやな、ここのこの横のバランスがすごく難しいんやけど、こんな感じになってます。後ろはこんな感じで、これ後ろのバランスもすごい難しいよな。こうやって見たらわかるかな。多分これからこの軽量ボディになっていくのは、多分みんな触っていくのは行き詰まるところが出てくると思うんやけど、このなんていうかな、横のこのバランスな、すごい難しいと思うんだけど、ケツの交番もで、これ非常にすごく問題になってるんやけど、この後ろの追突バンパー、これ車検対応みたいですと言っても、すごいのがよいしょ、特許取ってるかな、ヨリテックさんかなんかの、あれちょっと待って、あれおかしなった、はいはいはい、ちょっと特許を取ってるって、ほらヨリテックさんのこれもほら、いや分かりにくいかな、ヨリテックで書いたの、ほら刻印もちゃんとして、ちゃんとこれもこれワイヤー式で上に上がるみたいです。車検対応みたいです。真面目なダンプカーの方、最新こうなっていくんかな。もうこれからダンプカーは、色もいいよな、すごい。分かりにくいかな。分かりやすく、分かりやすいように一生懸命伝えていいねんけど、これで分かってもらえたらいいかな。色の近くにやったら、このフェンダーもこんな、ほらほら、ほんとフェンダー色合いかな。
バランス。バランスか。ほら。多分絶対ゆくゆくはもうこのいう形のダンプカーがこれから多分絶対多くなっていくと思うんだ。結構滋賀県でも見かけます最近。とある白色の青のラインに入ったダンプカー。最近この軽量ボディのダンプばっかりですね、これ。みんな多分これ行き詰まってんじゃん。ここら辺ぐらいのこのボディで、だからちょっとここらすごいもんな、ほら、こうやって巻いてるのも。こういうところでほら、ちょっとなんかこう、LED かな、これ。ほら。こういうところもずーっとこういう感じで巻かれてて、で上のとこもこれほらちょっと R がこういうとこで効いたのかな、プロジェクターのちょっと R が効いたの、滋賀県でいうと葵さんのプロジェクターもこう内側に曲がって R が効いてます。ちょっとしたことないけどな、やっぱりああいうのがすごく普通まっすぐピンとなってんねんけど、こう R 型に効いて、やっぱアンテナもあれかな、木の枝が多いということかになるとどうしてもやっぱりこういうところになって、大概前の方に持って行ったりとかミラーのステーの上のとここういうとこつけてピンと伸びたんだけど、あえて後ろにほらこういうのはやっぱダンプか枝の多いところとか行ったりするからどうしても引っかかったりするもんな、でもレポートは取らなあかんしっていう、っていう人生の、空じゃない、こうや、こうや、ちょっと桜がもうだいぶ滋賀県散ってんねんけど、こんな感じで、いいよな。ごめん、これ使い方が俺あんまりいまいちあれやさかいに、すいません見てる皆さん、ちょっと画像がまだ慣れてないもんで、すごいな。上はほんでまたナマズプロデクターのところ見てもらったらほら R 効いてる、ぐらいかな。あれ高野さんどこ行かった、高野さん後ろバンパー上げてもらいます、い OK ですか。高野さんですすいません、アルミホイルもピカピカ、ほらこういうのあるね、すごい、ほらこんだけ高さ変わってる。ほんでこの上にもしダンプアップしてもここでほらこういうように当たらないようになって下がるようになってる。エアやから押すんやな、これ結局。ほら、すごい。あ、ダンプアップしてくれた。ほらほらほら。こうなって、ほら。あ、すごい。ほらほらほら。ここでほら、当たるよ。こうなって、ほら。すごい、ほら。あーなるほどな、だからこうなってんねんな、あーすげえすげえ、あーダブルヒンジ、これなんでダブルヒンジ、これこれ大きいもんしても口が開くようになったんだよプロテクターも、こんな感じで、へえすごいな、あ下がってる、うーすごい、あーすごい、ほらうーすごい、これからのダンプカーやな、すごいな、ごめんなさい、これこれちょっと使い方がいまいち、これすごい、あ考えたんな、いろいろと技ですね、へえ
アルミホイルもほら。とにかくダンプカーはアルミホイルやらこういうなんが大変やろな、汚れるしな。もうメッキホイルの方がいいかもしれない、ほんまに。アルミホイルのダンプカーでピカピカなのは大変です。マフラーも、ほらこうやって星型のまたフェンダーで。はい、協力していただいた高野さんです、ありがとうございます。高野さんありがとうございます。撮影ご協力ありがとうございました。高野さんすいません。